で今日か、今日入らなくて大丈夫。これはいわゆるその非正規の方が同じ会社で、正社員になった場合に、今の現状の制度ですと、その場合に助成金が出るのかどうかというのがちょっと確認が取れない状況でありましたので、これについて問いただすということをしました。で、これは厚労省の担当になるんですけども、これについては現在検討中だということでした。それからですね、2番目、生計費確保のための最低役所得保障の導入と、これはですね、いわゆるその給付付き税額控除というような制度が議論されてますけれども、それに関する申し出をさせていただきました。あとでちょっと時間があれば解説してさせていただきたいと思うんですけれども、ちょっと今省略します。3番目が、短時間正社員制度の創設。これはですね、病気や介護、育児等の理由により1日8時間の勤務が難しい求職者に正社員として雇用する機会を提供するために、短時間勤務の正社員の制度の創設を企業に義務付けることという、そういう要求をさせていただきました。今スライドが、はい、そうですね、はい、考え提言するきっかけとしましては、一度ロスジェネ世代を集めて、ベーシックインカムの映画を上映する機会を11月25日に持ちました。私自身は映画監督もやっておりまして、ベーシックインカムを一番苦しい世代からスタートしたい、もしくはシングルマザーであるとか、そういった状況の方からスタートしたいという思いがあって映画を作りまして、当事者世代、シングルマザーのロストジェネレーションのお母さんが主人公の映画なんですけれども、その上映会をしたところ、今回役員になってくださった皆さん、参加して、最初はお客さんとして来ていただいて、で打ち上げの席ですごく話が盛り上がりました。でまたその時に小島さんとは付き合いが古くなりまして、ロスジェネという鴨川出版社から出た本が2009年に4冊、5冊出たんですね。その時の私は立ち上げからの編集委員を担当しておりまして、編集委員として取材者として小島さんを取材をいたしました。その時から継続してこの同世代のロストジェネレーション世代の問題に取り組み続けておられる姿を拝見しまして、その就職氷河期世代の支援プログラムが内閣府に出たというのも、実は読売新聞さんで小島さんのことを取材しておられる記事で初めて私も知りました。そういった部屋ができているということは知らず、台風19号の被災者の方にベーシックインカムを届けてほしいなと思って内閣府に行ったんですけれども、その時にちょうど読売新聞で小島さんの記事を見まして、あ、内閣府にこういった部署ができたのかと、ではせっかく内閣府まで来たので担当者に会いに行こうと思って、その場で新聞を見て電話をしまして、そうしましたらの担当者の方が会ってくださいまして、それがこの五十嵐さんという担当の方なんですけれども、大変親切に対応してくださいまして、政府としてはこれから雇用の拡大、そして就労ケースに合わせたさまざまな支援、このハローワークでのロストジェネレーション世代の窓口を作るとか、いろんなプログラムをお聞きしまして、で私どもとしては一度で対話を終えるのではなくて、何度か声を集めて届けるというような形で、こういった政府とも連携をしながら声を届けたいということをその場でお約束をしまして、ではそのイベントを集まった声をまたお届けしますねということで、今度は12月の10日に申し入れをする機会を持ちました。それがこの写真になりまして、今役員となってくれているメンバーと一緒に実際に内閣府の、
就職氷河期世代支援推進室、内閣官房就職氷河期世代支援推進室に行きまして、最初30分だったかなって言われていたのが、蓋を開けたら1時間半近くすごくじっくりお話聞いてくださいまして、で私たちもちょっと熱が出てきまして、このままじゃ終わらないぞということになりました。またメディアの方からも同時に取材のご依頼をありがたいことに多数いただいておりまして、その中で当事者を紹介してくださいという機会が何度もありました。でその中で、うつ病、本日は用事があって来れないんですけれども、役員にもなっております、不破さん、不破さん、下の名前なんですね、不破さんがですね、うつ病を体験されて、そこから不破徳彦さんという方なんですけれども、不破さんがうつ病を経験されながら、毎日、派遣、日払いで働いておられるというお話をお聞きして、また不破さん自身がうつ病を経験された経験から、うつ病の支援、当事者の支援団体も作られて頑張っておられる姿を拝見しまして、ではこういった不破さんみたいな方々が、例えば正規雇用の枠が増えましたといっても、活動が元気にできる時間っていうのがどうしても限られてしまうわけですよね。週に7日間は、週に5日間は働けない。ではこういう人たちはずっとこの支援から漏れてしまうんですかと思いがありまして、政府としては30万人正規雇用ということを言ってるんですけれども、そこに不破さんが入れないじゃないですか。これおかしいよねと。彼は特に悪いことをしたわけではなく、真面目に働きながらパワハラにあっていろんな形で病気と戦っているわけですけれど、それは彼のせいではないわけ で多くそういった何かのきっかけで、この大きな輪から安心できるところから外れてしまった方を救済する政策そのものがないよねということで、その場でアイラさんの取材をですね、受けた後にドトールだったっけな、ルノワールでお茶飲んでたんですよね。そこで思いついたんですよね。あれ、じゃあ短時間だけど正社員になれるような、そういった社会保障がきちんと保障された働き方ってないのかなと。そこで今回提言した、短時間正社員制度の創設ということを思い浮かびました。ですので今後も当事者の方の声を、お聞きしながら、この人を幸せにするためにはどういった政策が必要なのかなということを丁寧に拾い上げながら、それを内閣府にも内閣官房にも届け、また来週17日はすでに11時から11時半まで、厚生労働省さんからもご連絡ありまして、また対話の席があるんですけれども、こういった活動を継続的に続けていくことが、必要だと思っております。また私も含めて、まだまだこの政策についても不勉強極まりないので、政治家の先生方にも本気でサポートしていただいて、目の前のこの人をじゃあ幸せにするにはどういった制度を作ればいいんですかという目線で、せっかく650億円ついたわけですから、これを本当に1700万人の当事者一人一人の立場に寄り添いながら、政策としていくような、こういった3年間にしてほしいなという思いで、うざいと多分思われつつも何回も省庁にこれから通っていこうと思っております。当事者団体と言いながら、今の時点で実はまだホームページもできてないですし、イベントページがあるよというぐらいなんですけど、講座もさっき解説しようとしたら今週2回ぐらい郵便局が、そうですね、まだ講座もできてないんですけど、でもこれを継続しようと思ってます。で、長くなりました、大丈夫ですか。そしてですね、この在宅介護を行う家族への支援ということも提言しまして、これも当事者の方にお聞きしまして、これだけ大変な朝から夜まで働いてるというか労働をしているのに、まずその存在を認められてない、社会から
存在を認められていないし、まあ、賃金にもなってないということがありまして、1日この時は8000円程度の自宅で介護を行う方に対して の支給をすることということも提言をしました。これは元となる政策がハワイにありまして、ハワイで実際そういった政策があるというのが参考になりました。その後ですね、本日は来れないんですけれども、当事者の方から今日できたら発表してほしいという声も届いてますので、簡単に紹介させていただきたいと思います。まず、どこだ、すいません、まずですね、あなたは将来 61% の確率で両親の介護に加わるによると、支援、養子縁と固定されたもののうち 35.8% は同居家族が介護しているということになります。裏を返すと、養子縁・要介護と認定されたもののうち 64.2% は同居家族以外が介護しているということになります。またその中で、ごめんなさい、で、あなたは将来は 61% の確率で肉親の介護に関わるというデータなどもいただいております。今追加資料でプリントしましたので、後で配布をいたします。でこういった自宅で介護されている方の時給などを換算する方法はないかということも考えてみました。例えばヘルパーさんに頼んだりする場合は、7割、8割などを国や自治体 の, 支援で立て替えて、実際には3割、2割、1割負担で済んでいるわけだと思うんですけれども、自宅介護の方の場合は、実はこの7割、8割の部分も、自分たちで負担しているというような状況があると思います。この、在宅介護に関しましては、